この学校の呪いに触れた者たちは徐々に精神を侵され錯乱状態に陥ったり、何の予兆もなく人に危害を加えたり、まあ症状は様々ですが、最後には体は消し炭のように黒に染まり、魂は天神小学校に取り込まれてしまうのです。私はその現象を黒化と呼んでいます。お気の毒に、お友達はその呪いに触れてしまったのです。そして心を守るために突発的に防御反応が起こり、自害を選んでしまった。お友達が亡くなった今、この学校で生きている人間はもうあなたしかいません。あなたはこのまま死ぬまで一人ぼっち。どうなってるんだ。無駄ですよ。あなたはもう元の世界へは戻れないのですからね。誰だお前は。一緒にここへ来たお友達と同じように静かに時を待つしかありません。一緒にって、マユもここにいるのか。どこにいるんだマユは。おい待て、マユは元の世界に戻れないってどういうことなんだ。天神町放置新聞。天神小学校において忌むべき犯罪が勃発した。ここ一月の間に町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、当局の捜査の結果、急転直下最悪の形で解決へと向かった。昭和48年9月18日午後7時、同校内にて失踪中の児童たちの亡きと血のついたハサミを持ち放心している教員1名を発見。これを確保した。これが篠崎の話してた殺人事件。でもその天神小学校にどうして俺たちが。天神小学校はずっと昔に壊されたはず。過去に飛ばされたっていうのか。まさかそんなことが。お兄ちゃん、何が起きてもユカのことは俺が守ってやるから心配すんな。お兄ちゃん、まずはみんなを探そう。もしかしたらナオミたちもここにいるかもしれないからな。お兄ちゃん、どうした？ユカ、おトイレに行きたい。え？
どれも使えそうにないな。開かない。お兄ちゃん、床まだ我慢できるから他のとこにしよう。ああ、お兄ちゃん、床たちもこうなっちゃうの？え？床、お家に帰りたい。大丈夫だ、絶対に帰るから何も心配。森重！あ、餅だ。まだ死んで間もないみたいだな。ひどいな。それはそうと、俺たち以外にも他校の生徒がここに飛ばされてきてるようなんだ。え？ひどく錯乱したやつばかりで、こっちがいくら話しかけても無駄だったけどな。錯乱って？お前は大丈夫そうでよかったよ。でも急がないと俺たちも危ないぞ。そうだな、手分けしてみんなを探そう。元の世界へ戻る方法はそれからだ。分かった、俺はマユを探しに行く。誰かに会ったらこの先の昇降口で落ち合うように伝えるよ。ああ、あ、持ちだ。言い忘れてたけど、ここは幽霊が出るから気をつけた方がいいぞ。幽霊？子供の幽霊だ。事件の犠牲者なのか、かなり傷ついた姿で一度幽霊が他校の生徒を襲ってるところを見たんだよ。幽霊が襲ってくる？うん。あと俺たちと同じ年くらいの幽霊もいたが、特に害はないだろう。お兄ちゃん、俺から離れるなよ、ユカ。どうしたんだ、篠崎。おい、頭が割れそう。大丈夫か？ここにいたらダメ。ここは本当にダメ。しっかりしろ、しっかりしろよ。何が起こって、あいつの顔、新聞記事の写真です。篠崎くん、絶対に目を合わせちゃダメ。目を合わせちゃ。わかった。来るな、こっちに来るな。お兄ちゃんとお姉ちゃん、どっちが先に死にたい？どっちにしようかな。死ぬわ。お姉ちゃんにしようかな。助け、バイバイお姉ちゃん。やめろ。じゃあお前から殺してやる。篠崎、大丈夫か。岸沼君、あなたも霊媒体質のようですね。あんたが助けてくれたのか。見たことない制服だけど、あんたも俺たちみたいに閉じ込められ。私はとっくにここで死んでいます。え、私は大事な人を探しにここに来ました。あの、もしかして奈穂さんですか？あいつのこと知ってるのか。女子高生霊能士の才の木奈穂さんよ。霊能相談や心霊情報のホームページでとても有名なの。あの、奈穂さん。何か？いつもサイト見てました。ありがとう。幸せの幸子さんのおまじないが乗ってから更新が止まって心配していたんですけど、こんなことになってたなんて。なあ、さっき人を探しにここへ来たって言ったよな。はい。自分から来たのか？てか、来る方法があるってことは帰る方法もあるんだよな。あるなら早く教えてくれよ、石沼くん。それは、私はここで死ぬ前に脱出を試みてこの学校を必死に調べました。どうやらこの異空間天神小学校を形成しているのは、児童4名連続誘拐殺害事件で惨殺された子供たちの霊。落ちてた新聞記事に写真付きで載ってた子供たちか。さっきの子はそのうちの一人ね。
私は途中力尽きましたので叶いませんでしたが、あの子たちの霊を鎮めることができれば、この呪われた空間も崩壊し、私たちへの無用な虐待もやめて解放してくれるかもしれません。霊を鎮めるったってどうすればいいんだ。まず欠かせないのは殺害犯人の懺悔でしょうね。なぜなら殺害犯もこの校舎の中にいるからです。懺悔って、そんなやつ相手に俺と篠崎で何が。内田君も、私の友達もいるんですか。先ほど入ってきた魂は9つでした。9つ、みんなもここにいるんだ。なら早く探し出そうぜ。それは無理です。ここは恐るべき呪いが作り上げた多重閉鎖空間だからです。多重閉鎖空間。はい、同じ場所にいても同じ次元に存在してない限り決して会うことはできないのです。そんな。でもあなたなら。おい、ちょっと待ってくれよ。吉和？開かない。なんだこの教室は。理科室。児童たちの死因はやはり現場で逮捕された教員の手に握られていた大きな断ち切りバサミにより舌を切り取られたことによる失血、または窒息と判明。被害児童のうち一人は殺害後に頭部を切り落とされる。なんてこと。鈴本さん、鈴本さん。あの子供たちは。あ、先生。そうだよ、私の大好きなゆい先生だよ。私も学校が大好きなんだ。鈴本さん、先生も大好きだし、あなたたちと一緒だね。鈴本さん、しっかりして。私の言うことを聞いて、今すぐその子たちから。大丈夫だよ先生、この子たちは悪い子じゃないよ。とってもかわいそうな子たちなの。それは先生も知ってるわ。でも先生、この子たちを放っておけないよ。だから私ここに残るね。ダメよ鈴本さん、ここから出てみんなのところに戻らないと。みんな、森重くんも心配してるわよ。しげに、さあ早く一緒に行きましょう。鈴本さんは私の可愛い生徒なの。だからお願い、返して。どこにいるんだ、マユ。お前には俺がついててやらないと危なっかしくて仕方ない。そう思ってたけど違うんだ。お前の、マユの顔に、シゲニーって呼んでくれるその声に俺が救われていたんだ。マユ、お願いだ、俺を一人にしないでくれ。くそ、他人の不幸でも見ないとやってられない。俺はまだマシだ、まだマシ。死体の写真がたくさん集まったな。不思議だ、全部本物なのに作り物にしか見えない。やっぱりこれが一番派手だな。すごいな、この肉の塊、これが生きていた人間だったんだ。ダメだダメだ、こんなことしてる場合じゃ。
着信表示が出ない。壊れたのか。何か聞こえる。見ないで。見ないで。マユ。見ないで。私の内臓。見ないで。茂に。ここも使えないな。森重の言ってた幽霊か。でもどこも怪我してないみたいだけど。あなたは誰？君もここに迷い込んだのかい？うん、こっち。お兄ちゃん、こっちおいでって。ああ、あんな小さな子供までここに閉じ込められてたなんて。この向こうに何かあるの？うん、さっき通った時こんな扉はなかったはず。お兄ちゃん。ああ。外には出られたけど。お兄ちゃん。ん？ゆか、もう我慢できないよ。え？そのあたりでできないか？柵があるけど、あれくらいなら乗り越えられるよな。分かった、やってみる。ゆか、森には絶対近づくなよ。うん。ねえ、一緒に来てくれない？いいよ、お姉ちゃん。中で待ってるから、何かあったら大声で叫ぶんだぞ。白檀高等学校、木座見優也。そういえば森重が他の学校の生徒もここにいるって言ってたな。俺たちと同じように幸子さんのおまじないをやったのか。このろうそくが持田くんたちに見えるとしたら、私たちもここにいるって伝えることができるかもしれない。なあ、吉和って殺害犯の教師の名前だよな。そうね、この人形はおそらくその殺害犯のもの。人形を使って犯人の懺悔を引き出せってことなのかな。それにしても不気味な人形だな。なんか今にも喋り出しそうでゾッとする。あ、どうした？ごめんなさい。あ？ごめんなさい。人形が喋った。おい、大丈夫？岸沼くん。ああ。子供あんなに殺すなんて、私は正気ではなかった。私も怖かった。ねえ岸沼君、この声犯人の懺悔になるんじゃないかな。なんだあれ。その袋に入ってたの？ああ、ちょっと貸して。吉沢亮、確か被害者児童の中に同じ名前があったような。ちょっと待て、あ、吉沢亮ってさっき俺たちに襲いかかってきたチビじゃねえか。返して返して。また出やがったな。返して返して。あいつ
何言ってるんだ。わからない。あなた吉沢亮君よね。僕も返して。返してって言ってるのかしら。僕も返せ。大丈夫か。今のってあのチビの霊を沈められたってことか。そうだと思う。岸沼君の見つけたものは殺害犯に切り取られたあの子の舌だったのかよ。残りは3人。切り取られた舌を探して返してあげなくちゃ。場所はまたきっと人形が教えてくれる。すげえよ篠崎は。幽霊相手に全然ビビらないんだからな。怖いに決まってるでしょ。無理して頑張ってるのよ。誰かさんが役に立たないから。よしあと一人だ。名前は確か篠崎幸子とか言ったっけ。そうなんだけど。あ、新聞記事によれば幸子ちゃんは殺害される前に発見されたはずよね。あ、じゃあ亮君たちと同じ方法では沈めることはできないかも。え、ちょっと待て。沈めるも何もその子は無事だったわけだろ。ってことはばあさんになって今も生きてるんじゃないのか。だとしたらこれで全員沈めたことになるわ。でも何も起こらない。そうだな。なんだよ時計の音かよ。ビビらせやがって。まあとりあえずはこれで終わりってことだよな。終わりじゃない。ん、まだ何か大事なことが残されてる気がする。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。おや、君は持田の妹。まったく頭がおかしくなりそうだね。そこかしこにこんな死体がある。持田はどうしたの？ お兄ちゃん、いなくなっちゃって。うん、震えてるね。かわいそうに。おいで、一緒に探してあげるよ。いえ、あの、いいです。ゆっか、一人で探して。一緒にお兄ちゃんを探してあげるって言ってるんだ。でも、わからない子だな。いいから待てと言ってんだよ。どうして逃げるんだい。隠れないで出ておいで。君に大切なお話があるんだ。君もあの時学校で真由と約束しただろ。ずっと一緒にいるって。だから君も真由と同じ姿で僕の携帯電話に収まってほしいんだ。そうすれば真由も寂しくないだろ。お願いだから出てきてくれよ。頼むよ。ごめんよ、お兄ちゃん。こんなとこでかくれんぼかい。お兄ちゃんとか言ってたけど。はい、お兄ちゃんとはぐれちゃって。そうなんだ。実は僕も妹を探しててね。よかったら一緒に探さない。僕は白檀高等学校2年の木佐美優也だ。私は持田ゆかって言います。君も幸子さんのおまじないでここに閉じ込められたのかい。その、僕
かりません。そっか、ここにいたのか。こっちに来るんだ。ん？彼は知り合いじゃないのかい？助けてください。そうか、それでさっき隠れてたんだね。お前は誰だ？お前もこの携帯の中にマユと一緒にいてくれるのか？それはいい。ユカちゃんはここにいて。お兄ちゃんが守ってあげるよ。君は僕の大切な妹だからね。泣きそうな顔させて。